喉やばい。寝起き。寝起きです。体調大丈夫だよ。体調大丈夫だけど、ちょっとだけ喉が痛い。元気ですか？朝じゃないか起きたらね、この辺が全部しびれてて、下にして寝てたんだと思うんだけど、この辺が全部しびれててね。そう、そういう時ある。みんなも。あと手の感覚がなくなってる時とかない？たまに。あれなんでなの？血が通ってないのかな。めっちゃ怖い夢見て、なんか、怖い夢見たんですよ。なんか分かんないの、誰か分かんないんだけど、すんごい、なんか多分私はその人のことが好きなのね。誰かわかんない、顔にもやがかかっててわかんないんだけど、その人がその人がね、なんか私は友達とお出かけしてたの。友達とお出かけしてた。そしたらすごい、私が学生の時にめっちゃ嫌いだった人と一緒に歩いてたの。その人が、私の多分好きな人が、誰かわかんないんだよ。もうモザイクみたいになってて顔はわかんないんだけど、歩いてたので、えってなって、でそれを友達に話したんで、一緒にいる友達に、今さ誰々と誰々が一緒に歩いてたんだけどさみたいな。そしたらなんか、いや割って入って問い詰めるべきだよみたいなこと言われて、ええー、みたいななって、でそれ止めに行こうと思ったの。結局なんか説得されて止めに行こうと思って、止めに行くことにした。で、しばらく後をつけてたのね。そしたらそこにグールみたいな、なんか人を食べるなんか化け物が出るから注意してくださいみたいなことをなんか言ってる人たちがいて、でどうしたんですかって言ったら、なんかこの付近でグールが出ましたみたいな。で、みたいな。で、私グール見たのちょっと前なんだよ。全部見終わってるから、なんかなんで今更こんなグールの
夢見たのか分かんないんだけどそうで、あ、グール出たんだ。で、なんかその止めに好きな人と私の嫌いな女が一緒に歩いてるのを止めに行くことを忘れて、私はその場から逃げようとしたのね。で、そしたらその私の多分好きであろう人が、あのグールに食べられたんだよ。で、ってなってね、でなんで女の方じゃなかったんだと思って、私はすごいイライラしててで、そしたらね、その多分そのグールが食べた人の記憶からその人の知り合いを食べていくみたいな感じなの。で、そのグールがちょ、分かりにくくてごめんね。そのグールが多分記憶を見て、そう、私のことを次にロックオンして、そのめちゃめちゃいかついグールからすごい逃げるっていう夢を見て夢っぽいでしょ。そう、夢っぽい夢でしょ。で、結局捕まっちゃうの、私はね。捕まって、で、お前の大事な人をこれから食べる、そのグールが記憶を見れるからねそう、お前の大事な人をこれから食べていくと。いや、それが嫌ならなんか子供な、新しく生まれ3歳未満の子供だったかなを連れてこいみたいな。ノルマは何人だみたいな。でもさ、子供かわいそうじゃん。そんなこと言われたってさ、子供にをさ連れてきて、今3歳の子供もさ、私の大事な人を食べられるのも嫌だけど、それがなんか友達なのか何なのか分かんないけど、嫌だけど、なんか子供を代わりに差し出すというのも酷な話だなと思って。でもその一緒にいた友達、リカと一緒にいた友達はなんか子供連れてこなきゃいけないから子供がたくさんいるところに行こうみたいな。で、明日までにとにかく連れてこればみんな食べられなくて済むからみたいなふと言われて、確かになって思ったの。だけど子供とね、親を引き裂くのもあれだし、なんか子供を食べさせるのも私の倫理観的にちょっとなんか最悪だな私ってなって、で気づいた。私の好きな人は多分同じ選択を迫られて、それだったら自分と自分の大事な人が食べられてもいいって思ったから食べられたんだなって、で子供を差し出さなかったんだなって思った、その時にね。そしたらなんか確かになって、その私の好きな人の判断は正しかったのかもしれないと思って、結局自分が食べられるっていう夢を見ました。で、何が一番怖かったのかって、そう、私が食べられたらその一緒にいた友達も危ないと思って、その友達は子供を差し出せって言ってたのね。その友達も私友達って言ってるけど今まで会ったことない人なんだよ。で、その人がね、その友達がなんか私が食べられてる時にまだ意識あるじゃんちょっと時になんか
なんでそんなことするのみたいな、最低みたいなことをずっと私に言ってきてたのね。子供差し出せばよかったのにみたいな。私まで狙われるじゃないみたいな。え、友達だと思ってたのにそんなこと言うんだと思ったら、それが一番怖かった。うん、っていう怖い夢を見ました。それで起きたら顔面がしびれてて、でなんか腕もしびれてて、やっと来れた、お久しい、イエーイ。なっちゃん来た。確かに久しぶりだな。ねえねえ、寒くない？寒いよね。寒いよね。あたた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 、高い飲み物作ってきてもいい？やだやだ。さ、ここの剣士、この歯がさ、すごい最近尖ってきて、なんでか知らないけど、やえばわかる？ここの歯、これね、めっちゃ尖ってきてさ、痛いんだよね。口の中が、こっちもすごい尖って、で成長するにつれて尖るもの？おぴめが寝てる間に安らせてもろてます。最低だ。なんで寝てる間に剣士のこと安るの？最低だよそれ。姫歯ぎしりしないよ。姫ね、歯ぎしりできない、音が嫌で。すごい尖る、ここで、ここのさ内側に刺さって痛いんだよね。みんな何してんの今ねえ、みんな何してる今、今の話ね。友達作って、友達、ほら今日は何人できるかな、友達が。みんなコメント欄で友達作るんだよ、私が見に行った時までに。できてなかったら怒り狂うからね、私。友達作ってる？あとね、スって言った人罰金ね。スって言った人罰金だからよろしく。って言った瞬間にもう罰金だよ。そう、謎の子さんアピールする人は。そんな人は罰金です。
け。はい。通報します。はい、通報します。友達できた？友達できた？友達の名前書いてみて。今私作るって言ったよね。おびめなっちゃんはそれでいいんだよ。なっちゃんは他に友達作っちゃダメだよ。リカのなっちゃんだからね。誰にも渡さないんだから。ゆみちゃんとはお友達になりました。ダメだよ、なっちゃんは私のだから、渡さないんだから。勝手に友達にするのやめてあげて。もう一回いなくなるけど、ちゃんと友達作るんだよ。分かった？分かった？次までにできてなかったら本当に。分かった？なっちゃんはダメだ。なっちゃんはもうダメだよ。なんか遥か彼方遠くの方でペットボトルが爆発してるわ。ちょっと待ってて。巣の人は通報します。巣の人は通報します。さよなら。はい、ペットボトル爆発したんだけど大丈夫そうかな。まあいっか。友達できた？私の冷圧強すぎたか。
私言うこと聞けない悪い子は嫌いです。ゆうなちゃんに女を持った私。じゃあ陸以外の人も好きになるってことだ。なるほどね。異性にとは言ってないよね、友達作るの。もういいよ。じゃあ他に好きな女の人がいるんだったら中途半端に私のことを押さないで。リカのこと本気で好きな人っていないのかな。いないよ。だってみんなここにいますとか言ってる人たち全員ちゃん理科だけじゃないじゃん。ご飯作るので少し潜りますダメです。なっちゃんはご飯作っちゃダメです。理科にも作ってください。書類か Uber Eats してください。 Uber Eats了解。何作んの。いいよ作ってきて。何作んの。素直なんだよな。何作るのか言ってって。ちゃんと大勢のまま何作るのか言ってくれたらいいよ。潜っても。煮込みラーメン過去味噌だよーって抜き。いいでしょう。作っておいで。かわいいなっちゃん。煮込みラーメンってむずくない。手抜きじゃないやろ。料理するだけで偉いからね。手抜きとかないから。食材は準備早い時間してたから、あと沸騰させて麺に入れて味付けするだけだよ。いや偉い。もうそれだけしてるだけで偉い。マジでこの世界は
生きてるだけで偉いんですよ。なのに料理までするっていうのはすごく偉いこと。料理勉強何かするっていうのはすごい偉いことです。もう一袋なくなっちゃう。私の夕飯。食べてるの見ると安心する。腹痛に耐えながらエラチー宣伝するか。久しぶり。なんだっけ、私今何を渡したっけ。あ、オピメアート投稿してくれました。誰か これにしよう。雷鳴ってる？地域どこですか？やだ無理、雷無理。てか今日さ、リカさんマジで偉いんだけどさ、ちょっと用があってお出かけしたのね。たら途中から降ってきて傘持ってなくて、もうね全部もうびしょ濡れになりながらね、ちゃんとね帰ってきたんだけどね。でもお金無駄遣いしちゃいけないと思ってタクシー乗らなかったの。褒めて偉いでしょ。マジでびしょ濡れだった。風邪ひく。偉すぎるので今日はピメがいる方に足向けて寝れません。いつも向けて寝てるみたいに言うけど今日はとか言ってそうびちゃびちゃになって髪の毛もなんかセットしてたのにもうゴワゴワになって最悪だと思ってでもタクシー乗ったら変な出費が増えると思ったから乗らなかった。偉いでしょ。ディズニーランド、ディズニーランドの話したいな私今。
楽しいこと考えたら寝れるよってよくちっちゃい時から言われてて、いつもそういう時はディズニーに行く妄想をして寝ようとしてたんですけど、なんかディズニーランドの聞きたい話とかありますか？おすすめのフォトスポットとか。なんでもいいですよ。カタリコ姫今来たのかな。ベイマの食べてたやつ何？どれだ？あん！あとトゥモローランドにあるテラスに売ってるベイマックスのアトラクションができたことをお祝いした。今ベイマックスすごい押されてて、トゥモローランドほぼベイマックスのなんかあれになってるんですよ。だからベイマックスやったんですけど、今ベイマックスのメニューがすごく多くて、で16時から販売するやつを本当は食べたかったの。上にベイマックスが乗ってる可愛いデザートとかがある。16時からだとなんか時間的に行けなくて朝行ったんですけど、ベイマックスのバーガーとデザートとついてくるスペシャルセットみたいなのが16時から販売されてて、でもね、私の一番のおすすめはタピオカが入ってる、ピーチチーズティーみたいな、チーズサイダーなんだけどめっちゃうまい。うん、ぜひ飲んでほしい。それは何時でもいける。トゥモローテラスにあるよ。うん、入るじゃん。入ってディズニーランドって手で見てもらったら分かるんだけど、この真ん中のこの結婚線のところにこうやって見て、結婚線のところにお城があると思ってください。シンデレラ城、結婚線のところにあるんですよ。で左手が文明が進んでない過去のアトラクションだから、ジャングルクルーズとか結構なんかなんて言うんだろう、古来よりみたいな感じの昔過去、こっちが未来、トゥモローランドとかトゥーンタウンとか右手がね、こうやって見たら分かると思うんだけど、そう地図ない時は手で見て、右側がトゥモローランドトゥーンタウンがある、トゥモローランドかトゥーンタウン通って、なんだあそこ出てこない名前があってあれね、スモアとかあるとこね、通ってこっち側がどんどん過去になっていく。だから本当は左回りでこうやって回るのが通なんですよね。そう、でトゥモローテラスはこっちから行って、だから右側ですね、アーケードあって、アーケード10時になってるんですけど、入ってきてすぐのところ右に曲がってまっすぐ行くと、ごめん、私は脳内マップで話すんだけどまっすぐ行くと
モンスターズインクのアトラクションとか、未来的な時系列で言うと未来のお話、ディズニーのね未来のお話のアトラクションがたくさんあって、スターウォーズとかこうまっすぐ行くと、でその後こそのまだ向こう側にベルのお城ができちゃったから、ベルのお城のこっち側がトゥモロー、なんだスペースなんだけど、そこにそのねベルのお城があって、そのベルのエリアに行くところをそっち側に行かずまっすぐ行ったところにあります。うん、それかあのちょっと私カタカナ弱くてすぐ出てこないんですけど、パレードルートの道あるじゃないですか、お城の前のぐるーって回ってるところ、あそこのをずっと右にまっすぐ行ってクッて入ったところにすぐあるので、っていうかパレードルートですね、もともとそこも。なんでトゥモローテラスでご飯食べてたらもうすぐ後ろとか真ん前にキャラクター来たりする。何回ぐらい行きました、何回行ったんだろう。さっき黒糖沖縄のお土産かな、専属カメラマンと一緒に。そうなった場合はなっちゃんはモデルにされます。私がランドで一番好きなところは、最近できたフォレストシアターのあたりも好きなんだけど、ベルのお城があったら正面にして見て右側のエリアにあるフォレストシアターって新しくできたんですけど、そこの作りがなんとなくラプンツェルっぽくて好きなんですけど、ラプンツェルのエリアってまだできてないんですよね、できる予定ではあるんですけど。で、あのあれ、すぐ出てこない、ビッグサンダーマウンテンじゃなくて、スプラッシュマウンテンのふもとにこう降りてきたところさ、回って見えるとこあるじゃないですか、あそこの右手側にラプンツェルっぽい塔があって、そこがすごい写真映えスポットで好きですね。うん、ピメの足をもっと足の効果を出すために地面に寝そべってはいる。そんなことさせられません、なっちゃんには。リカちゃんの好きなエリアになるかな。でも私今 C の方が好きで、
私ケープコッド実家だと思ってるんですけど。ケープコッドっていうダフィーフレンズの町があるんです、シーには。うん、そこに住んでると言っても過言ではない。僕が好きなんですけど、うん、よくいる。安心するよね、なんかね、わかるわ。安心感は異常。うん、確かに。トッポじゃないよ。すいません、先ほど来た後大幅に遅刻しても全然いいです。キーじゃないよ、プリッツ。スモールワールド一人になった。そんな寂しいことある？スモアほど一人乗りたくないアトラクションないよ。ディズニーの写真好き？嬉しい。でも撮るときになんかトゥーンタウンとか色がパキッとしすぎてて、私のフィルター、私のインスタのフィルターにかけちゃうとなんか画質悪く見えるんですよね。だからそれがすごい嫌で、トゥーンの色はちょっとパキッとしすぎてるから、なんかツイッター用とかには撮ったりするけど、うん、トゥーンとかツモローのあたりはね。なんか古びた板とかで撮りたいのよ、わかる？古びた扉とか、うん、古めかしい水色とか古めかしいピンクとかが好きで、赤とか。未来未来したくないんですよ、私。インスタに言えばちょっとアンティーク調にしたいというか。ディズニーの写真スポット C ですか、ランドですか。実際に見せた方が早いですよね。だからね、トゥーンはどっちかっていうとその後ろの建物のパキッとした感じをぼかすで、なんか生えてる花とかをこう自然なものをこう目立たせるみたいな。まあ例で言えばこういう、これトゥーンなんだけど、そういう感じ。
部屋をアンティークにしてない。部屋アンティークでめちゃめちゃ言うけど部屋すごいわ私。もう貝殻とレースとピンクとお花、貝殻だらけ。海で拾ってきたの？いや、買った貝殻セットみたいなやつがあって、熱海かな、どっかで買った。もしかしてアリエルでしたか？うん、リカンツェルだよ、リカンツェルなっちゃん、リカンツェルなっちゃんとの間にしかわからないものがあるんだけど、リカンツェルって呼んで。マーメイドラグーンは暗いからね、暗いし、なんか人工感がすごくて、あんまり撮らないかもしれない。マメラグはあのトイレが可愛い。リカンツェルしっかりと伝わった。リカンツェルだもんね、神聖リカンツェルですよ、負けないんだから。トイレ可愛いの分かるっしょ、トイレ可愛いのよ。なんか女性用トイレはアリエルで、男性用トイレがちゃんとなんだっけ、エリックのあれになってる。エリックだったよね、おじさまの名前エリックだった気がするんだが、でなんか全部あれしてるよ、 DVD ボックスあって、アニメの DVD ボックス全部持ってるから、謎にアリエルに関しては全シリーズ見たんだけど、まあ、あのし「ダナナ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 ナ、なんで魚にあんなになんかピュー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 水かけられにゃいけんのんかよくわからん。そう、こんばんは。砂と貝殻入った瓶買った、そんなのあんの、めっちゃちっちゃいやつじゃない、これぐらいの星の砂が入ってるやつじゃない、沖縄で買いました。それで沖縄のさ空港にあるさ家具屋さんめっちゃ可愛いんだよ。私そこで買ったあの貝殻と星のガーランドみたいなやつ部屋に吊るしてあるんだけど、超かわいい、超
マジで可愛い。え、インスタ載せた気がする、いつぞやか。載せてなかったかな。載せた気がするんだけどな。いつぞやか載せた気がするぞ。そうだったかな。ここはついてた。沖縄もおいしいものいっぱいだよね。私海ぶどう大好きなんですよ。女優さんに似てる？てか女優さんに似てる人多分いないよ。ももクロ好きですか？ももクロ。ももクロは曲は知ってるけどそんなに詳しくないからにわか知識で好きとは言えない。でも私ゴーヤ好きですよ。苦いの好き。姫の偉いところシリーズ言おう。姫はまずお砂糖とミルク入れずにコーヒーちゃんとブラックで飲めるでしょ。それからたまに一応こんなこと自分で言うもんじゃないんだけど一応福祉関係のあれがやってたので階段とかで困ってたらちゃんと手伝えるでしょ。それからあとはえらいでしょ。えらいシリーズ言ってくね。あとはお洗濯も毎日頑張ってやってるからお洋服がちゃんと全部いい匂いに なるように頑張ってでしょ。それから NGT のタオ NGT のいつのやつか分かんないグッズのタオルとかもちゃんと洗面所で使ってるでしょ。それからあでもお年寄りとかねってことだよ。だ元気そうな人が困ってても助けないよ。東京とかどんな人がいるか分かんないし。だけどなんかそれやるんですよ授業とかで。なんかどっち側に立ってこうやって やってあげたらなんかこの人はスムーズに階段を上がれますとかそういうのもやるんだけどやってたんだけど、だから杖ついてる方とか荷物多そうな人とかは
たまにね。だからみんながわざと困ってても助けないよ。そう、私が助けられる範囲はちゃんとやるようにしてる。そう、でもそれをさ、ありがた迷惑なと思う人もいるだろうから、本当に困ってそうだったらだけどね。そう、例えば杖ついている側の足の方に立っちゃうとどうとかっていうのがあるんだよ。そう、だからなんか下手に助けちゃうと逆に迷惑になっちゃうから、じゃあしない方が。でも私は習ったしできるからたまにやる。えらい、はい、えらい。あと最近えらいシリーズはたくさんサプリをちゃんと飲んで頑張って痩せようとしてるでしょ。それからまず起きたことが偉いでしょ。こんなクソみたいな世界を生きようとしてることが偉い。まず起きようという気力。あとは自分で言うことじゃないけど、やっぱりちゃんと最近はレジ袋をもらわないです。買わない。ちゃんとあれします、エコバッグで買い物するから。環境に偉いでしょ。あとは配信もたくさんやってるから偉いでしょ。それからなんかね、あとはね、たくさんあるんだよ。配信たくさんは本当にありがたい。本当？あ、そうだ、あと公演も頑張ったでしょ。あと最近ペットボトルキャップをしっかりちゃんと洗って別回収にしてるでしょ。それからそれから2回目何が偉いやと。あ、最近はお掃除もしたでしょ。ちゃんと排水口とかも全部こういうカプセル入れて、キッチンハイターでってやるんだよ。姫偉いでしょ。姫結構家庭的なんだよ。偉いでしょ。自分で言うことじゃないんだけどね、全然全然自分で言うことじゃないんだけど、誰も褒めてくれないから自分で言う。素晴らしい。うん、有料物件。そうだよ、結婚するには有料物件ですよ。今のうち立候補しといてくださいね。じゃないとあれですよ、どこぞのアイドルみたいに誰かようわからん人に拾われて卒業後何年後かに結婚しましたみたいな出ちゃいますよ。いいんですか。いいんですか。どこぞのな、今までのそのなんやらアイドルみたいになんかいいんですか。すごいイケメンとかに呼ばれてしまいますよ。いいんですか。まあ私とかは雑魚面だから多分そこまでそんなにあれじゃない人とかになんか騙されて拾われますよ。いいんですか。私絶対ツボとか買わされるタイプだと思う。
すごいこと言ってる。コカドさんとかコカドさんはでもいるでしょ、いないのかな、コカドさんいそうじゃない、彼女遊んでチャラそう。全然偏見だから気にしないでほしいんだけど、めちゃめちゃ偏見で、私のイメージコカドさんチャラそう。いや私ガタフレもそんな本当片手で数えられるぐらいしか出てないから、なんかそんなに仲良くはないんですけど、でもなんかテレ東で一回番組やってらっしゃった時に、私が青春高校でねいて楽屋に来てくださったことがあって、一回最近元気してるみたいな感じで、すごい優しいなと思いました。でもすごい芸人さんだし、イケメン寄りだから、多分イケメン寄りっていうかイケメンだからいそうじゃない彼女。うん、めちゃめちゃ偏見で喋ってるよりか、今本人に絶対届かないでほしいんだけど、めちゃめちゃ偏見で喋るとチャラそうじゃない。いやなんかわかる、なんかなんて言うんだろう、お笑い芸人さんにイケメンとかって言ったらなんか悪い気がしちゃうんですよ私。なわかりますか、芸人さんって本当にすごくて、お笑いに対してのストイックさとかそういうところでかっこいいって多分言われたいはずなのに、なんかお笑い芸人さんに関してなんかルックスとかを褒めるのはなんかタブーな気がして、私それ言えないんです。でも普通に見て小川さんはイケメンだと思います、うん、でもイケメン芸人ってついてそれをさすがにその人のポリシーに合っているのかみたいな、そうどんな芸人さんにも限らず、そうなんか私もお仕事で、まあ、いろんな芸人さんとかとお会いしたこととかもありますけど、だからこそなんか芸人さんってなんか一種のアーティストだから、お笑いを作ってるといった意味では、だからなんかなんて言うんだろう、気高いんですよね。何かを発言するにあたって、うん、尊敬するからこそで、人を笑わせるってとってもすごいことだから、うん、なんかいじっていいなみたいな時と、ここは言っていいのかみたいな時と難しいんですよ。そう、だってコントとか漫才とかも全部さ自分たちでお話というかストーリーを作って人を笑わせようとしてるってすごいことじゃないですか。し、芸人さんとかめちゃめちゃすごいなと思います。尊敬に値する、うん、吉村さんとか一番チャラそうじゃない。吉村さんとか一番チャラそうだよ、めっちゃ遊んでそう。すごい偏見だけど、めっちゃ偏見だよ、めちゃめちゃ偏見だからマジで気にしないでほしいんだけど。
すごい見た目そうじゃない、わかるじゃんイメージ的に。偏見配信。あ、もうそろそろしたらマシュマロ読もうかな。マシュマロめっちゃ来てた。ほかっといたらめっちゃ来てた。マシュマロ読むわ。マシュマロ、リガちゃんはどういう系の丸、シュールなのが好きです。私なんか笑わせに来てるみたいな感じじゃなくて、え今の笑いどころだよねみたいな、そうじわじわ来る感じが好き。いや、ど偏見だよ。偏見。ほかっとくって方言かな、今。ほかっとくって言わない？ほったらかしにしとくのことをほかっとくって言うね。霜降りしか勝たんだよ。それはもう、大賛成。いや、もう本当に、霜降りさんはめちゃめちゃ優しいですよ。私直接お会いしたことないんですけど、めっちゃ好きなので、京都の時に小籔さんに話してたんだよ。でも小籔さん後輩に当たるから、吉本の。だからめっちゃ好きなんですよみたいなことを言ってたの。ないよね私。なくない？聞こえないですよね、まだ。そしたら多分小籔さんが伝えてくれて、で、ほんとラジオとかも全部聞いてるぐらい好きなのね、霜降りさんが。で、ないよね？ないよね？共演したこと。京都までなんか裏かぶりかなんかで来れなかったんだよね。わかんないけど、詳しくはわかんないけど。それでなんかずっと言ってたら、小籔さんが伝えてくれて、小籔さんもめっちゃ優しいんだけど、小籔さんって本当に仏様だから、みんな拝んで本当に。でそれでね、伝えてくれた。私がツイッターとかTikTok とかも粗品さんのことフォローしてるけど、フォロー返してくれたので、めっちゃ嬉しくて、めっちゃ嬉しいと思ってたら、なんか誕生日だった時に動画くれて、小籔さんから通して、でなんかおめでとうございますみたいなやつくれて、めっちゃ優しいなと思って、本当にすごい。でも一種のサービスではあると思うけど、そういうのをそうしてくれたことにすごいなんか優しいな。だって絶対忙しいじゃんなのに、そうやってなんか動画送ってくれるのめっちゃ優しいな。でも小籔さんが一番優しいよ。この話で注目してほしいのは、霜降りさんも優しい、小籔さんが一番優しい。ここをやってくれて、ここをやってくれた。いい人すぎるマジで。でなんかお子さんいらっしゃるじゃないですか、小籔さん。で小籔さんのお子さんがなんかどんもりやってて、私もどんもりやってたから、あつ森ね、なんかの時にお金めっちゃ余ってて、私お金なる木でいっぱい育ててたから、お金めっちゃ余ってたから、始めたばっかですって言ったから、お金めっちゃあげたのね。そしたらなんか
なんか仁義すごくて、お子さんが多分すごいいい教育をなさっていらっしゃるんだと思うんですけど、なんか絶対返さなきゃダメだっつって、私もう一回通信しようって言ってきてくれて、でお金返してくれたのめっちゃ優しくない？ちゃんと勧められたんでお金は返しますって、めちゃめちゃいいお子さんだなと思って、もうすごい仁義がすごくて、もうなんかなんて言うんだろうなんかなんて、さすが大阪みたいな。何歳、でもまだ全然年下だと思います。もういい子たちで、すごいなんかわざわざありがとうねって多分教育がね素晴らしい、本当に借りたものは返さんにゃならんと思ったんでしょう、ね、多分めちゃめちゃちゃんとしてらっしゃって、すごいびっくりしました。私もう全然いいのにって思った。あつ森でもちゃんとお金、たかがゲームじゃないですか。私は全然もうなんかあげてもよかったんですけどでもなんかちゃんと返してくれてすごい優しいなってそう、小籔さんってマジでいい人なんですよ。ゴーンと宝庫、なんか武家小ハットみたいなこと言ってんだけどえ、ゴーンと宝庫ってなんだっけ、武家のあれだよね。え、調べよう、気になってきた。ゴーンと奉公って武家と将軍のなんか、武士と将軍のなんとかあった気がする。あ、鎌倉だ、鎌倉室町だ。歴史好きなんですよ。縄文弥生古墳なら平安鎌倉室町安土桃山江戸明治大正昭和平成ですよ。わかりました皆さん、これからテストに出る方はこれで覚えてください、ね。超まあ、いやいやいい古墳ならんすよ。あ、確かに令和バージョン、縄文弥生古墳、平安鎌倉室町安土桃山江戸明治大正昭和平成令和っていいんじゃない。ココア顔とカップの大きさ一緒やん。コンデエネン資材の方とか口に出していたよね確かにコンデエネン資材の方ってなんだっけ。あー、田畑の権利がなんか死んだ後もなんとかかんとかみたいなやつだね。調べよう。何天皇だっけ、なんとか天皇だったよね確か。天武天皇だっけ、違うわ、聖武天皇だ。奈良時代中期の聖武天皇、聖武天皇の治世に天平15年5月27日743年6月23日に発布された
あ？なんて読むの？即天皇の命による命令で婚で自分で新しく開墾した高地の永年資材化を認める法令。あ、だよね、やっぱり荘園発祥の基礎となった。あ、荘園のまだあれか、あれ、あ、そうだったっけ、ちょっと覚えてないな。みことのりか、みことのりってすごいな、一文字でそんなひらがな担うんだ一文字で五文字も担うんだ、すごいね、そいつみことのり担いすぎじゃね、背負い込まなくていいよって言ってあげたい、この字に。自分でやったら全部自分のもんっていう素敵なやつ。あ、そうそうそう、自分で開墾した土地は永年自分のものになりますよ。だからそ、資材だから多分、うん、その息子とかこう何家族に死んでも分け与えられるみたいな感じだったはず。何時代が特に戦国時代だろ、安土桃山だろ、どう考えても。安土桃山っていう名前もいい、桃だし美味しそう。いやもう平家と源氏も好きなんだよね。好きな武将は信長って言いたいところなんだけど織田信長って言いたいところなんだけど、信長ってめちゃめちゃあれだったんだよ、なんか宗教とかもガンガン受け入れて、なんかホトトギスのせいですごいなんか悪いやつみたいになってるけど、めちゃめちゃいい人で、知らないでしょみんな信長のいいとこ知ってる？なんか新しいものをどんどん取り入れていく精神でも最後はなんか裏切られるみたいな、そのなんかそれがいいよね一番。そう、身内にめちゃめちゃ優しくて、もう何でもいいよキリスト教何でもいいよみたいな感じにしてくれるの、なんかその感じがすごい寛容でいいなと思うなんなん信長の彼女なんそうだよ、支えたからマジであの時代信長天下取ってたら日本はもっと広かった説、確かにね、リカがタイムスリップしたら絶対本能寺焼き肉の止めてる、本能寺焼きに行くの止めてる、なんとしても一回考えよねえって明智に言ってる。
もアケチンはアケチンでいろいろ考えたんだよ。仕方なかった。うん、じゃあノブ君には申し訳なかったけど、アケチンも一生懸命考えたから。そう、箸は？わかる。なんか箸はみたいなやつが一番嫌いだわ私。でも私は本能寺で受け入れて焼けて死んじゃったと思わせつつ、もうなんかいろいろ疲れてたんだ。でも本能寺が焼かれてるのに気づいて早々に裏口から逃げて名前を変えて生きている説を推したい。社会12点だった女は今のうちに洗い物を終わらせました。あれれ、でも大丈夫、私数学2点だから。端場呼びからにじみ出る感情が。端場はマジで許せん、本当に。なんかああいうやつほどなんか家臣に敷かれてたみたいな、家臣に好かれてたみたいな話あるけど絶対嘘だと思う。みんな嫌いだと思うよあいつのこと。媚び売っとけばなんか昇進できると思ってるから端場に媚び売ってたんだと思うよ多分ね。逃げ延びててほしい信長には。だってノブくんそれまで頑張ったんだよいろいろ。アケチンはアケチンが実行犯だからなんか光浴びてるけど割とモブだからね。言うて丸々時代って答えは、あ、全部安土桃山時代と書けばワンチャン当たる説一生やってたね。それ本当にできない人のやつじゃん。ねえ、しかも安土桃山って結構短いのよ。短い時代なのよ。もう忘れがちだから問題にされがちだけど、いやいや、だって違うよ。家康はもうだっておじいちゃんだから。家康ってなんかそこに置いてあったもの、あれいらないんですか、もらえますよっつってもらって天下取った人だから。わかる、なんかこう置いてあったものをこう、ああじゃあっつってもらって、なんか一番長く続いたせこいやつだから。
そうだよ、棚ぼたよ。我慢の家康、我慢の家康、現代で言うわいか。どういうこと、なっちゃん、どういうこと。でもリオン地理わかんなくて、地理わかんなすぎて、なんかこの辺に東京あるだろうって思ったら全部その辺、その辺一体全部東京って書いてたし、割と似たようなもんかもね。もうマジで2月だった。なんか最北端の島とかあるじゃん、なんかエトロフ島と国後島と、最北端最南端みたいなやつあったやん。それもう覚えてない。で埼玉とか消滅しとったもん。もうその辺一体全部東京って書いておけば大体当たるやろみたいな。しこたん？かわいいね、なんかしこたん。南鳥島か。歯舞群島？それ知らないな。それあれじゃない？ゆとりに知らされてないやつじゃない？ゆとり悟りに知らされてないやつじゃない？歯舞。聞いたことねえぞ。円周率は3です。いや3だった人たちやばいね。うちらはギリギリ悟ってたから 3.14 だったよ。 3.14692 なんとかかんとかかんとかみたいなやつ覚えさせられるよね。今全然違ったと思うけど。うん、我々悟りだから。これ捨てるけどいるって言われて、え、いいのならもらうよって、家がいらないものだらけだろう。いや、なっちゃんぽそう。でもね、なっちゃん優しいからもらっちゃうんだよ、ちゃんと。家康じゃん、なっちゃん家康だったんだね。まあ実質私が信長だから、後の日本は頼んだ。3.141592626535、難しい。3の世代、3はゆとりだね。可愛い女友達のアイコスの吸い殻までもらって保管した。やめろ。やめろ。オタクやないか、それも。可愛い女の子がタバコ吸ったのかっこいいよね。私はあの匂いがあれであれなんですけど、かっこいいわ。なんかフリフリの服着て、なんかめっちゃ顔面可愛くて、
タバコ吸ってんのとか見ると、うわギャップってなる。吸ったことない、わかんない。だからまあオピメノ使った後のお箸もジップロックに入れて持って帰るか迷ってやめなさい。やめなさい。アイコスってちょっとなんか曇った匂いのするやつだよね。なんかスタッフさんに吸ってる人がいて嗅いだことある。ちょっとなんか曇った匂いというかなんかこもった匂いみたいなね。するよね。まずいんだ。吸ったことない、わかんない。でも一瞬憧れるよね、こうやってさ、こうやってやるやつ憧れない？あいこさ、トウモロコシの匂いがする。あ、そうなん？トウモロコシはさ、別に嫌な匂いじゃなくない？トウモロコシ？アイコスは自分で吸ってたら別にいいけど、人が吸ってる分にはおならの匂いでしょ。全然ダメじゃん。おならの匂いするんだ。それ嫌だね。喘息？喘息持ちだとあれだよね、しんどいよね。お酒飲める方がかっこいいねえ。私、はい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 、私ビール飲めるようになったんです。てってれー。おすすめのビールありますか？種類たくさんあるじゃないですか。おすすめのビールありますか？でも私まだクラフトビールしか飲んだことないんで。風味爽快にして、あ、新潟のやつね。風味爽快にしてドライ、朝日スーパードライ。黒ラベル、じゃ誰かおすすめ教えてくれ。恵比寿、冬限定のモルツがうめえんよ。思い出して味を噛みしめて。やめろ、なっちゃんさ、中身おじさんだと思われるよ。女の子ですからね、可愛い女の子なんですよ、なっちゃんは。こう見えて書いてることとは裏腹にめちゃめちゃ可愛いんですよ皆さん。私可愛い女が好きだからわかるでしょ。八海山のビール飲んだ、ない。樽からストローでいただく、最悪な人いるわ。酒と星はタバコかなと、時々パチンコを行います。中身おじさん。
おじさんなのよ。ねえ、それも競馬行ったら終わりだよ。競馬で吸ってたらもう終わりだよ。スーパードライの鮮度パックみたいなあれ美味しい。あ、そうなん。クラフトビール美味しかった。めちゃめちゃ美味しかったよ。なんか私が飲んだクラフトビールはあのお魚のエキスが入ってて、ブリの富山のロケで飲んだのでブリのエキスが入ってたらしくて、ちょっとお魚系の旨味成分みたいなのが入ってて、めちゃめちゃ美味しかっためちゃめちゃ美味しかった。え、あのテレビでやるからそれ見たら行ってほしい。そこにめっちゃうまいから。ペーパードライバーの足がないから。理由があれなのよ。足があったらやるんかね、あんたは。今度はね、焼酎は私飲めるんですよ。芋焼酎大好きなんで。焼酎しか勝たんなって結局なるんだけど。焼酎のソーダ割り好きです。はい。まあやりかねんで、ね、ダメだよ。もしかして馬娘やってる、なっちゃん。今はネットで馬券を買う時代だよ。やめろ、勧誘すな。インターネットだとほらなびいてるじゃん。すぐなびくんだから。この人も芋焼酎いける酒豪です。全然酒豪じゃない、弱いよ、全然弱い。飲めないけど、あのそういった種類は嫌いではない。うん、ウマ娘を帯目 NG 祭で見てもやった。偉い、絶対やらないで。私の友達ほとんどやってて、すごいウマ娘の話してくるけど全然ついていけなくてすごい嫌だから。なっちゃんいつにかと一緒にお出かけしてくれるの。 USJ 行ってくれるって言ったよね。芽吹きの大義顔、大義語じゃなくて大義顔、これのこの顔の大義顔全部補足する。麻雀は覚え中なんて。え、りか麻雀やってみたい、おもろい。いや馬券買ってもろって間接的わしに還元を。最低な人いるわ。芋の相談りがいける口なので。いけるいける。え、夏だって。行こうね、行こうね、絶対行こうね。コロナ落ち着いたらだけど、マンボウ出ちゃったからまた行けなくなるね。私はメンタルがマンボウだよ。知ってる、マンボウってストレスで死ぬんだよ。だからすごい飼育が難しいの。マンボウメンタルなんだよ私。マージャン覚えること多くて挫折しか覚えたら面白いと思う。一緒にどう。え、覚えたい。何で覚えてる、何で覚えてる。麻雀できるアイドル仕事の幅増えそうじゃない。やりたいんだけど普通に。花札とか好きだからできそうじゃない。私花札正月はおじいちゃんの家でずっとやってた。アプリ
ーちゃん好きのおばあちゃんって、え、教えてほしい。まーちゃんわかんない全然。ブラックジャック、アチョプリケ、アチョプリケってこと。アチョプリケってやるやつ、ブラックジャックってこと。麻雀やりたい。麻雀あれしかわかんない。つも、もつ鍋食いてえなこいつには無理ではないのかという思考が一同によぎるっていうテロップ入れよ。つもからもつ鍋食いてえにつながる思考回路のやつに、麻雀は無理なのではないかと一同が思ったっていうテロップ入れよ、ここに。やる気ねえじゃねえか。ここにいる誰しもが思っただよ。もつ鍋いいですね。一杯やっときますか。なっちゃん好きなやつないの？その冬のモルツじゃないやつで。冬のモルツじゃないビールで、いいビールないの？リカに飲めそうなビールない？初見、初見でもいけそうなやつ。そんなんでマージャンしたらおじさんに脱がされるよ。どういうこと？どういうこと？負けたら脱げみたいなこと？お会いに行く様は私下着までなら脱げるからな。雑誌で見せてるし。うん、じゃ全国に見せびらかしてるわけだから。全国紙に載ってるわけだから、やっぱり。この間の公演の時も私普通にフリパンでカッポしてたからね。で今衣装やってくれてるジムの方がいるんですけど、その方に、そのスタッフさんに、ちょっとリカちゃん、あんたフリパンで歩かないでってすごい怒られてたんだよ。バドワイザーっていうビールがあるの？え、飲みたい。美味しい？いや、一回とりあえず生でって言ってみたいんだよね、居酒屋とかで。言ったことないな、ビール飲めないから、飲めなかったから。あんたしかできんわそれ。だ、後輩がすごいなんかっていう顔して見てた。リカさんフリパンでみたいな感じだった。うん、けど普通にそれで歯磨きしてた。コンビニで買います、買います。新ジャンルもうまい。ハイネケンさん、ハイネさん誰、ハイジさんしか知らないか。ご自分へはなってグリーンラベルとか軽くていいんじゃない。はあ、確かにグリーンラベルって、私がまだ未成年でドラマやってた時にマネージャーさんがこっそし買ってて、ああ、トモコはグリーンラベルなんだねって話してた。あ、トモコって言っちゃった。仲のいいマネージャーさんが言ったんですけど、私が辞めるときに号泣した。仲のいい、私のことを多分生涯で一番理解してくれていたマネージャーさんがいたんですけど、そのマネージャーさんがグリーンラベル飲んでたから、そのイメージしかないな。
智子めっちゃ喧嘩してたんだから。でもね、最終的には仲良くなった。でもやっぱ慣れが必要だから、居酒屋とかで一杯目は絶対小ビール頼んで、小ビールか、過ごしたら慣れるよ。じゃあそうする。生ビールに急に行くのはじゃあダメなのか。そういうことか。リガもここに泡つけてみたいなやつやりたい。チユタンとの TikTok、 もうね、チユちゃんが天使すぎてダメ。もう本当に私隣並べない。マジで可愛いから、チユちゃん。しかもいい匂いした。クラフトビール飲めたならいいけど。あ、マジで？中ジョッキは案外でかいから最初は小ジョッキがいいと思う。大きい、わかった。それでやってみる。缶ビールとは違う？ちゆちゃん、あ、ちょっと待って、 YouTube のあれ来てる。YouTube のサムネ確認来てた。缶よりジョッキの方が好き？瓶派？生ビールは古くなるとまずいから繁盛してる店で。みんな教えて私に。学生さんいますか？学生とかはあれだよね、大学生以外の学生さんはみんな飲めないからさ、どういう味なんだろうって思ってるけど、多分飲んでみたら美味しいですよ。私も最初アレルギーが出て、それでも飲み続けてたらなぜか治っていったので命がけでそんなにしてまでって思うよね。でもなんかさ、なんかそういう付き合いの席とかさ、あとはなんか乾杯の時とかさ、なんかお酒出される時とかあるじゃないですか。そういうので飲めないと本当になんか空気の読めないやつみたいになってすごい嫌だったの。だからなんか飲めるようになってから楽しくなったから、ジュースの方が美味しいと思っちゃう？ジュースはでも炭酸しか飲まないから。私ワイン飲めるよ。ワインは白も赤もいけます。でもワインってさ、割と想像してた味だったよ私。なんか飲めない時とか想像するじゃん。私とかバイトとかで出してたから、どんな味なんだろう。みんなそんなワインって言うけど本当に美味しいのかなって思ってたけど。どうでもいい、シャンパンもいけますよ。ビール以外はいけたの私。日本酒もいけたし、焼酎もいけたし。そう、ぶどうジュースのちょっとなんか甘さ抜いた場みたいな。でもワインによりけりで辛いのもあれば甘いのもあるしみたいな。
テキーラは飲んだことないです。私そんななんかウェイ系の飲みに行ってたことがないのでテキーラとか、あとなんだっけあるじゃん、ドンキとかで言ってコカレロみたいなやつもう飲んだことない。で美味しいのかな、美味しいって感じるのかな、わかんない、私飲んだことないから。クライナークライナーは なんだっけ、クライナーってあれだよね、こういうやつはなんかあのあれだよ、出てこない、クライナーってなんかでも見たことある、青いやつだよね、マッコリ？ドンキで箱買いして飲み切ろうよすごいウェイ系の飲みに誘われてる、リカエマ。いいよ、飲んでみてもいいけど全然いいよ。美味しいのかな。ヤリラフィーや、ヤリラフィー。カタンスカオピム、ありがとう、初見さんいらっしゃいませ。茶味する、何それ、白色のクライナーが一番いい、色によって違うんだ。晩は晩は銀杖は美味しい、銀杖ね。でも私多分富山出身だからなんか大丈夫なんだと思う、お酒結構どんなのでも。リカちゃんは飲み席ではまず何を注文しますか。あれば芋のソーダ割りを頼むけど、ない時はレモンサワーとか梅サワーとか、サワー系で可愛いアピールしますねサワー系で可愛いアピールしますね。はい、趣味好き、うん。ってことは私といた時も可愛いアピしてたってことか、たまらんなしてたかもしれない、ちょっとアイドルぶってたかもしれない。でもあの時は本当にレモンサワーぐらいしか飲めなかったんだよ、なんかそんなに強くなくて、あの時はまだひよっこひよひよだったからビールは美味しくねって思いながら飲んでます。そうなんだ。
これなんて言うの、レザーガールズの梅酒がいっちゃうめんよ、異論は認めん、一文字たりとも読めん、高いしかわからん梅酒美味しいよね、梅酒私も好きだよ。隅の日ウォーカーを割ると隅の日ってさ美味しい、タンタカタン、あータンタカタン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 ね、オッケーオッケーオッケー、タンタカタン聞いたことある、タカタン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 、美味しいですよ、美味しいんだ。でもリカ姫酔っ払ったら誰にでも甘えちゃうからな。キャラ崩壊もいいとこだよ。酔っ払っちゃったら泣いて甘えちゃうから。一緒に飲みましょうとか言って甘えちゃうんだよな、もう飲めませんってなる飲めませんって言いながら飲んでて、飲んどるやんって言われるっていう、12本何なっちゃん12本タンタカタン開けたの、すごいやないか、それも。この前あるメンバーとショール見た時は顔が赤くなって、しかも疲れてたから酔いが回るのが早くて、ずっとこうやって顔が熱いって言ってた一人で座ってられなくなって、で誰かに甘えちゃうからダメなんです、隣に女の子がいてくれないとただのあざとい女みたいになっちゃうから、めちゃくちゃ可愛かったです、やめて、もう見返す人いるじゃない、そんなこと言ったらもう、ね、恥ずかしいので忘れてください。おビールお持ち帰りしたいから飲みますか飲まさんで頼む、よかった隣が女で、いやよくはないんだけどいやあのすごいなんかなんだ、酔っ払うぐらいまで飲むことは少ないので全然あれなんですけど、一人で飲んですごい酔ってる時も一人ごと喋りながらずっと泣いてる。リガさんは今日も可愛いですね、ありがとう。うん、そんなに潰れることはないよ、酔っ払ったふりすることはある、帰りたくて、うん、たくさん人がいたりとかすると帰りたくなるから酔っ払ったので帰りますって言って帰るふりする。帰りたい、家で一人で飲んでるときは一番幸せですよね、
酔ったリカちゃんすげえ可愛い。あのね、ちょい出ししたんですって。だからさ、あんまもう言わないです。あの、見返す人がいたら困るから。それだから気心が知れてる人だったらいい。だからなっちゃんの家に行って、なっちゃん家でよ、電池なくなってきた、電池がなくなってきたんだ。酔っ払うことは少ない意味なので、ほぼ介護役です。いや、なっちゃん強そうだもんだって。なんだ、樽でいけるだろ、やっぱり。夏とそは多分お酒樽でいきます、私が断言します。ごめん、電池なくなった、通知来てた、ごめん。強い子とは飲みたくないです。家は安全ですのでいいと思います。家で飲むのがおすすめ。友達は結婚式の二次会で樽のワイン飲み切ったら内緒にしてって言ったのに、ねえ、全部自分でバラしとうよ、それ全部自分でバラしとう。あ、ちょうど2時間ぐらいですかね、私やったの。ちょうど2時間ぐらい。30分もそうです。その流れなんなのね。絶対30分なんだよな、私。なっちゃんからしたらね、そうだよ、ちょうど2時間ぐらいね。焼きそば大好きだよ、なんで？どうしたの？焼きそば好きだよ。なんで焼きそば好きなの？知ってんの？なんかご飯何がいいってさ、ご飯何食べたいとかさ聞かれるじゃん。なんか友達とご飯行く時とかもさ、何食べたいみたいな。割と高確率で焼きそばが頭をよぎるけど、焼きそば食べたいアイドルってなんかやだなと思って言わないよね。そのぐらい時間経つのが早く感じるってこと。指パッチン決め顔。星ふっとら、星。なんで劇場 LED であんま使わないんだ。 LED 使えるスタッフさんが辞めていったからだよ。自分で焼きそば作るとよく火を通したくてふやふやになる。あー、ふやふやの焼きそばいいね。今日は生牡蠣食べて美味しかったです。無事に入れるといいね。一回当たってからちょっとダメなんだ。当たったんだよね、一回。カキ。事務所ストップされてます、私、カキ。実は。本当は食べたい。めっちゃ好きなの、魚介類。貝とかもめっちゃ大好きなの。もう、一回当たったので、生肉、生ガキは、事務所 NG です。はい。あ、オフィメに言われた通り、トーク中にサボらず、うちわとペンライトでしっかりアピールしたら爆裂されました。いや、そうなんだよね、トーク中がマジで狙い目だよ、みんな。レッスン欲しかったらよかったやないの、あんた。え、イコラブよな、
ニコラブとかスタッフさんほぼもっと AKB の人たちがやってるから多分客前とかも一緒だと思う。そう、客係っていうのがつくんですよ。ブイーンってうちらに当たってたライト半分ぐらいを客席に向くんです。トークしてるときはお客さんの顔がしっかり見えるように。しかも8列目で近かったんですよ。一番見やすいやつやない、いいね。割と最善よりもちょっと離れてるところの方が目線と合ってて見やすかったりする。しかもなっちゃん多分絶対可愛いうちわだったんでしょ。あとなっちゃんだからだよ多分可愛い女の子いたらレスしたくなるもんな。マスクの下大洪水楽しくて言われてそういう時あるよね。うん、私人が喋ってる時とかも普通にファンの人と喋っちゃうしね、口パクで。なんでスーツなのみたいな、みたいなよくやってる。仕事終わりみたいな、あーなるほどみたいなよくやってる。でもやっぱり最善が楽しい。パンツ見えるからねえ、パンツ見えるから最近は。そうだね、確かに2人しかいないから私がどっちかって言って MC 主導で行かなきゃいけないと思ってるからどっちの公演もだから割とそんな暇はないけど、見えるよ私最高越まで見えるよ劇場だったら。あ、パンツ、パンツは私たまに見せてる最善に見えればいいなと思って抱きしめられてるとかケツ回してる。そうだよ、サインボール欲しい。サインボールでも女の子いたら女の子に投げちゃうからな私それはどうなんみなりと場所と鬼リップしてから挑んだのであんこ割って吐ける時もしっかりとレスもろてたひにまして。ねえ帰ってきて、なっちゃん、なっちゃんがイオリングに骨抜きにされている。このままだとイオリングに首ったけになってしまう。かわいい初見さんいらっしゃいませ。リカちゃん劇場入った人よく見てるよね、びっくりした記憶ある。え、めっちゃ覚えてるし、他の子のファンも結構もう劇場通ってる人は顔覚えるからお見送りで、全然私のファンじゃないのにまた来たのとかって普通に言っちゃう勝負パンじゃなくてガチパンですか。いやいやいや、え、公演出るときなんていつもちゃんとしたパンツ履いてるよ見せる用のちゃんとしたパンツ履いてるよ。だから私珍しいアイドルなんだって、全然脱げるんだもん、うん、全然グラビア嫌じゃないし、だからその恥じらいみたいな人が好きなんだったら私を押すの向いてない。お、中村アンドの音がいつもリカちゃんが声かけてくれるか俺のこと好きだろって言ってた。ごめん全員にやってるほぼ分かる人全員にやってる。ピンク履いてるんですか
ド直球な質問で来るんだね。うん、今日は紫今日は紫でした。はい、うん、パステル紫、パステルパープルみたいな、ラベンダーカラーでした。実はそういう色もつける。言うんだ。別に何色か知って嬉しいの？嬉しいんだ。ちょっと理解の範疇を超えるな。何色か知って嬉しいんだ。はあ。なんで？それは想像できるからってこと？紫か。手を上下し始める。どこからどういう、なっちゃんこれ私一応アイドルとして配信してるからな今。なっちゃん、何のことか分かんないよりか。なっちゃん女の子でしょ、しかも何のことか分かんないよ私。女の子なのに、なっちゃん、リカタンが色の話してるから電車乗り過ごしたなんで私のせいなの、私善意で色まで教えてあげたのに夏たち時々とんでもないこと言うの。そうだよ、あーさせーんやめて本当に。この話やめよガチで嫌がってる女の子いるから、もうみんなそうやって変なことばっかり言って、おじさんたち女の子引いてるからやめなよ。わ、すごい真摯なたこ焼きがいる。一応確認したいので見せてもらっていいですか。どうされたいのねえ、通報されたいの。ちょっと待ってね、マシュマロ見るわ。すっかりきっかり忘れてたマシュマロの存在。マシュマロ、ひか
かちゃんが楽しく配信してくれるなら何でもいいよスタイル。うん、姫は何でも楽しいよ、変な人いなかったら。そろそろ読みますね。結構前のから読むからあれかも。卒業したアイドルと付き合ってみたいです、紹介してください。絶対嫌です、さよなら。卒業発表はいつですか。もうアイドルとしては十分だと思いますが、私もねそう思ってるよ。ホットケーキは好き？ホットケーキ好きですね。姫ぴょい、姫ぴょう。馬娘やってる人いるわ。今話題の馬娘やってますか？もしやってるなら推し馬娘は。ちょっとやってないのでわかんないです。推し面の人間関係とか、プライベートに口出しする人が苦手で、上から物を言う人も苦手です。一番無理なのは推しメンとの話を盛ったり嘘をつく人ですが、こういう人とも仲良くしなきゃダメだと思いますか。無理だと思ったら関わらなくていいんだよ。無理だと思ったら関わらなくていいし、なんか別にその人と絶対一緒にオタクしていかなきゃいけないっていうわけじゃないから、ブロックしてもいいと思うよ。だから仲良くしなくてもいいと思うよ全然。でもそのまあ私たちも人間なので、まあそう推しメンのね人間関係とかプライベートに口出しする人っていうのがどこまでの範囲かわからないけど、こっちもいい気持ちしてないから対応も変わるし、それなりに早めにいなくなるのではないかなと思います。私もそういうの嫌だから、まあ範囲にもよるけどね、なんかそういうことをやってる範囲にもよるし、なんかその人がめちゃめちゃもしかしたらなんか以外のことが好きで、いろんななんかことをすごい積極的に応援してくれる人とかだったらまた話は変わってくるけど、そうでもない限り推しメン自体が嫌がるから、この人そんなに長くその界隈にいないんじゃないかなと思うんですよね。私も嫌だし。推しメンからして森レポどう思うんですか。森レポとかは持ってんなと思うし、アイドルは見てるからなんかそういうことする人なんだってもうその時点で思うから、その人にとっても良くないのになんでやるんだろうと思う。うん、だって見てるんだもん絶対。お話し会とか、今だったらお話し会、握手会とか写メ会とか終わった後に絶対さエゴサとかしてさ見てるはずだから。だから私が言ってんのは、推しメンに見られてダメなことは投稿するなって言ってるのずっと。周りの目とか自分のプライドとかを気にしすぎて推し面のことを考えてないのは、それはファンとは言わないんですよ。自分の一方的な理想の押し付けに過ぎないので、応援してるんじゃないんですそれは。だってその森レポを書くことによって推し面がどういうイメージになるかとかっていうことも考えてないってことでしょ。だから推しを推すということは、その子にとって一番最善なことをしてあげるっていうことなのね。私も推してたからわかるけど、その人が楽しくアイドルできる環境を作るために、その子が前で踊ってもらえるようになるために推してるわけじゃないですか。それを森レポとか、あとはそのプライベート詮索したりとかそういうことで足を引っ張って、アイドル楽しくないなって思ってやる気なくなっちゃって
前で踊れなくなっちゃってみたいな、そういう悪循環な道に引きずり込もうとする人は私はファンじゃないと思ってるので、モリレポとかも見てるし、だからなんかそういうのは気をつけた方がいいかなと思います。だしもうここでそういう人がいて、なんかファン同士で何なのの人ってなった場合はもう悪口とか書かずにブロックする。関われば関わるほど時間も体力も無駄だから、うん、なんかその自己満で自己肯定感上げるためにモリレポしたいんだったら自分のノートにでも書いておいてくださいって思うんですよね。そしたら別にどれだけ記憶を改ざんしてても周りからは何も思われないし、おしめも見ないし、それでいいんじゃないって思うけど。うん、その間違った記憶でおしめんとの記憶を覚えていてしまうことが果たしていいのかどうなのかって私は思うけどね。思い出としてそれで合ってるって思う。うん、その人ってそういうことに限らずいろんなことも改ざんしていくんだろうな、自分の脳みその中でって思うし。自己満なら FF 誰もいない鍵やかにぼやいた方が、本当にそれなの、本当にそれ。そう、それって森レポとかじゃなくて妄想話だから自分のノートに書いてもろてって感じですね、私的には。はい、そんな感じです。なので全然ブロックしていいと思いますよ。オピメの話をメインにした、オピメを応援する気持ちはメイッコを応援する気持ちに似ている、親ではないので親の責任感でお説教もしないし、自由にのびのびとやりたいようにさせたいし、多少のわがままを微笑ましく見守れる、悪いことしたって味方でいれる、黙って見守って時には支援してわがままを聞いてあげる、そんな話をめいっ子にしたら思いっきりドン引きされた。どうするのが正しかったのか。すごいマシュマロが来たな。まず姪っ子にする話はなかったなと思うよ、何歳か知らないけど姪っ子にねする話ではなかったと思うよ、完全に。うん、そう思ってても別に話さなくてもいいじゃん、理解。オピメを応援する気持ちは姪っ子を応援する気持ちに似ているって思ってても別に言わなくてもいいじゃん。言うからドン引きされるんだって。うん。口は災いのもとですね。だからもう本当に、語らぬが仏ですよ。うん。いいオタクだけど引いてしまう親戚だ。いや、そうなんだよね。いいオタクなんだけど引いてしまう親戚でもあるから、だからそういうことをね、急に親戚のおじさんがそういう風に言っちゃうと、おじさんかおばさんかなんだか知らないけど、なんか姪っ子もどうしたものかって思っちゃうだろうから、一旦相手の立場に立ってこれ言われたらどう思うかなっていうのを一回自分の中で噛み砕いてから物事を発信するようにした方がいいと思いますよ。はい、私からのアドバイスできることはそのくらいですね。続いていきたいと思います。某メンバーにするね。 SNS 上での某メンバーに対する誹謗中傷をやめさせるにはどうしたらいいですか。これはもう来てしまうものはしょうがないし、なんかまあ、そのメンバーの対応にもよるけど、うん、叩かれやすいアイドルの話をしましょう。じゃあ叩かれやすいアイドルの話をしましょう。叩かれやすいアイドルっていうのは意外にも
いい人そうで、いい人そうで、いい子そうで、純粋っぽそうな子の方が叩かれるんですよ。私みたいに最初からマイナスのイメージで始まってる人は、少しいいことをするだけですごい褒められるんですよ。だし、もし悪いことをしても、まあ仲良いだからなって思ってもらえるの。笑い話で済むし、いじってもらえるの。こういう立場にいる人が一番楽なんですよ。私みたいな人は。それでも叩かれるよ。めちゃめちゃ言われるし、ここまで来たら私は気にしてないってだけで、すごい言われることもたくさんあるし、めちゃめちゃ傷つくこともたくさんあるけど、なんかそこまでひどくないのは、やっぱりそういうキャラっていうのがもうあるから、なんかなんだろう、一個クッションになってるみたいなところがあって。でも純粋だったりいい子キャラもすごい、なんだろう、天真爛漫で明るくて元気でいい子みたいな人の方が言われる。絶対言われる。それはだってその分の反動がすごいから、何年経っても言われると思いますよ私。それをどうにかしようとしても、多分、うん、本人の力量次第なんですよね。だから本人が、うん、なんだろうな、いいことしよう、いいことしようって思っても空回りするだけなの、そこからは。もうわかる？そのイメージを払拭しようと、なんかこう何かいいことを発信しようと思っても、どうせ偽善だ、また猫かぶってるみたいな風に思われちゃうの。うん、私がこの何年かアイドルをやってきて思ったことは、そうなってしまった時に、そんなにか叩かれるようなことをしてしまった時に、うん、自分の口でいかにこう、なんだろうな、言い訳せずにというか、遠回りせずに、うん、私はキャラ的に笑いに消化できるっていうのがあるからいけたんだけど、そのいい子キャラって私がアイドルをしたことはないからわかんないんだよね。それって本当に空回るだけだと思うんだよ。だからもうしばらくは私だったらおとなしくしてるかな。もう何も発信しない。そう、その人たちの怒りが収まるのって多分すごく時間が必要だし、なんだろう、いい子だなって思ってた分、こう反動がすごいんだよ本当に。ギャップっていうか、そこがさ、なんかやっぱ悲しいなって思うところであって、だからここからね、その子がどれだけそのいいことしようとしても本当に空回るだけなの。私だったらしばらく何もしない。うん、そう、おフィメやっちまいました、中入れ顔しぞんわらわら。ちょ、私のファンが特殊なんだよマジで。なんかリカのファンは良くも悪くも寝不足になりながらショールームを毎日やってた私を知ってて、なおかつそういうなんかおもろいキャラというか、なんかなんていうんだろう、なんかまあ仲居だしなみたいなのを分かってくれる、なんかセンスのいいファンがたくさんいたからなんとかなったんだよ。だし、なんかこうそういうなんか叩かれてる子って信者みたいな感じで言われちゃうのね、もともといたファンで応援してる人って。
いい人たちなんだよ。だってその子のこと何があっても信じて応援してるファンの鏡と言っても過言ではない人たちのことを周りが信者とかなんか囲いとかそういう風に悪く言うの、なんかそれがすごい私は嫌で、でも私のファンの人たちはなんかまあ仲居だしなってなって一回いいそのなんか笑ってくれた後でそれでもなんかなんだろう信者っぽくならずになんか楽しく押し続けてくれてたっていうのが私にとって一番だ。私が今そこまでそんなにそのアンチでバーってなってないのはもともといたファンの人たちが守ってくれたからだと思ってる、うん、その空気感が本当に良かった。私はそう思う、うん、まあリカちゃんだしねみたいな、だしなんかその頑張ってたのを見ててくれた人がいたから、いやでもリカちゃん毎日ショールームやってたしなみたいな、そう、そこがやっぱなんだろう、あんなキャラでもショールーム頑張ってやってたっていうのと釣り合ったっていうのがやっぱり私にとっては良かったし、あとその後すぐに芸人さんたちが消化してくれたのね。カズレーザーさんも全部その世の中の意見を代弁して私にぶつけてくれて、それで多分その見てた人たちがすっきりしてその怒りが収まったっていうのもあるんだよ。だしあれのおかげでもともとファンだった人たちもなんかリカちゃんがすごい言われてたかわいそうだ守ってあげようって気になったかもわかんないし、なんかそこがすごいバランスよく全てうまくいったっていうのが私の強みだったと思うから、そう、あの時は現場にいた人本当に温かいおたくさん、いやそうで私のファンの人たちちょっと特殊だからね何でもいけちゃう人たちだから、そうマジで本当に周りの人たちに救われましたね。私は本当ファンの人が一番盾になってくれてたというか、まあまあそういうとこもあるけどリガちゃんこれも頑張ってたしみたいなそうそういう感じでやってくれてたのが私にとってはとてもありがたいことだったなって思うし、みんなセンスいいなって思いますよそう、それはなんかイエスマンばっかり集めてるとかそういうことじゃなくて、あなんか一緒に笑ってくれてた人たちがいたからなんとかなったって。だからねもういい子ほど難しいよね。私みたいなキャラだったらこうやってできるけどいい子ほどむずいんだよね。どうなんだろうね私はそのキャラでやったことがないからもしもその立場になったら耐えられないだろうなと思うし、うん、そうだったことはそうだって言っちゃうしなんかそうじゃないことは違うって私はすぐに言っちゃうから、よくも悪くもそこが作用してたっていう。時間が経てば経つほどさみんなの中でモヤモヤが大きくなるじゃんそういうのって。だから違うことは違うって私は絶対に言ってきたし今までも、うん、そんなこと絶対ないっていうのは言ってきたから多分そこを信じてくれた人たちがいたし、どんなに何も言うなって今は何も言わずにおとなしくしてなさいって言われても絶対に違うことは違うって私は言いますって言い続けてきたからそうだってもともといるファンの人たちが
疑ったら終わりだからね。なんかそこに私が違うって言ったら違うんだよって信じてくれる人たちがいるから、多分私は今やってこれてると思うので。でももう叩かれてる時はもうね、仕方がないとしか言いようがないな。私も叩かれてる子はすごくわかるけど、もうね、その人たちはね、叩きたいんだよ。何かにストレスを発散したいの。だからどうしようもないんだよね。うん、あとはその人たちってなんで叩くかっていうと、自分のトラウマにつながってたり、自分がその体験したこととかにつながってたりするから叩くんだよ。うん、だってそこに特別な思いがなければ、そんなに人のことって気にならなくない？私どんなに嫌いなアイドルがいても悪口を書こうとは思わないよ。うん、ね、アイドルってさ、好きな子を押すために存在してるのにさ、なんか逆に嫌いな子を貶めるみたいな、その魂胆が私は多分一生かかっても理解できないからそれは私がアイドルだからっていうのもあるのかな、わかんないけど。うん、見てて嫌なら見なきゃいいしなって思っちゃうんだよね。例えば自分の推してるメンバーがなんかされてたとか、その子にね、それであれば運営に言うとかさ、なんかもっと効率的なやり方あるじゃんって思うけど、ね、うん、うん、あとは私がもしそういうことがあればファンの人には言うけど、なんかその、それは当人たちがあれだし、なんか守ってあげたい気持ちはわかるけど、どうしたらいいんだろうね。大人に相談するとか、本当運営に言うとかぐらいしか私思い浮かばないな。うん、ちょっと理解ができませんね、それに関しては。だからもう本当にどうしたらいいんだろうね、これね、誹謗中傷。思ってても書かないけどな、なんなんこいつマジで気に食わんわって思ってても、書かないけどな SNS に。なんで書いてあるんだ、自分がその黒い感情を持ってたっていう反抗になるんだよ。うん、ネットタトゥーですよ。自分がそこまで汚い人間だって露呈するためだけのものなのに、なんで書いちゃうんだろう。匿名だからって言ってもそれを書いた事実は変わらないんだよ。よくわからないですね、これは。本当になんだろう、本人が動くしかないよね、うん、本人が動くか、本人のことを本当に好きなファンの人たちが
守ってあげるしかないと思います。私は守ってもらえたのでみんなに、うん、ですかね。はい、出遅れた。なんかさ、もう人生に疲れたわ。仕事で自分の意思を持ちなさい、自分の意見を言いなさいって言うからこう思うって言ったのに、いやそれはって上司がカットインしてきて否定してくるし、好きな人には好きな人がいて、その人は結婚して子供もいる人だから不倫だしさ、なんかもう人生いいわってそれは人生いいわってなるわなそれは人生いいわってなるわ。うーん、でも自分の意見言いなさいって言われたから言ったんですけどって上司に言ったら、それはいや上司の人がいやそれはってカットインしてきた瞬間に、いやいやそれはじゃなくて、私は自分の意見言いなさいって言われたから言いました、うん、っていうのを言った方がいいと思うよ。まあ好きな人には好きな人がいて、結婚して子供がいるのはちょっと幸せ壊しちゃいけないなと思うね私は。うん、それ以上に好きな人を見つけるとかくらいしか思い浮かばないけど、好きな人にどうなんだろうね。マシュマロ読んでる。ま、ま、ん、や、ら、これ読んでいいやつ？ま、ま、は、ばん、や、ら、ま、これ読んでいいやつ？この初見さんのやつ。ちょっと私何語かわかんないんだけど、ありがとうございます。来てくださって。Thank you. Coming my showroom.But cannot speak English because you speak 意味ってなんだっけ、意味がわからない。 I don't know your word。リカタン可愛いねだと思うよ。適当本当に適当だなおい。ミーニングか、ミーン、I don't know you speak mean。 I'm from Indonesia。 Indonesia Thank you。 I'm from Japanese Japan。ん、富山。Thank you. Please say my name. ビオレ。ビオレ。ビオレ？あ、ビオレか。体洗うやつね。Thank you. Wash. Thank you. Thank you, wash.泡立ち very well thank you。 yeah。 合ってるそうです合ってないんだよ。やつね。Thank you のりかちゃん可愛くて今日の嫌そんなことで嫌なこと吹っ飛ばすな。まあいいけど、もうビオレさんでいいよ私の英語力を諦めてる人がいる。いやちょっとマシュマロこれむずいわ。
不倫はしちゃダメです。でもその人にはその人のことを好きな人がいて、でその人が好きな、だその人の幸せを願ってあげよう。でカットインしてくる上司にはワンパンくれてやろう。それでよくない？もうもう人生いいわってなった時におすすめのことがあるんだけど、一回あの風呂に入ってあのゲーム実況を見たり、うん、アニメを見たりしてみてほしい。自分の好きなことをたくさんする時間を作ってほしい。そしたら元気になれるよ。なんかチカチカし始めたんだけど、切れた、怖い、待ってね、なんか切れたんだけど、急に切れたんだけど、怨念が怨念、やばい、めっちゃ寒いこと言っちゃった怨念が怨念なんですが、なんで？え？なんで？え？この子余裕あるなバレてる。そんなにお化け最近怖くない？あっつ、これだわ、あっつ、熱めっちゃこもるさ、やけどするわこんなもん。しかもなんかちょっと湯気出てんだけど、爆発する？死ぬわ私、ごめんみんな、ありがとう今まで。元抜いた、今冷ましてる、湯気出てる、湯気、タコ足だった。私が悪い。みんなありがとう、今まで。最終回。おい、寂しがる、もっと。リガちゃんの最後見とれて幸せ。最悪。マジで、お前らマジ、そういうとこだぞ。そういうとこだぞ。歯が綺麗。今歯の話しなくていい、ね、私歯の話さっきしたんだけどさ、さ髪の毛食ってる、髪の毛食ってる、え、髪の毛食ってる、髪の毛食ってる。なんかさ、このケンシがさめちゃめちゃ最近尖ってきて、すごいなんか痛いんだよね、中に刺さって。早く抜いたって、抜いたよ。抜いたらどうしたらいいの？冷ましてる今。入ってきたら死ぬとか言ってて理解が追いついてない。でも勝手に急に電気が消えた挙句の果てには電源タップがなんか煙が出てて発火してる。やばいこれ。怨念のがまだ良かった、確かに怨念が怨念とかって言ってた。炭化してる？何それ、マジで発火？うん、でもなんか絨毯の上とか危ないかな。フローリング、私フローリングというフローリングじゃないんだけど、シート引いてるから抜いたら大丈夫、マジで OK。
水はかけない、オッケー。めっちゃ熱い、まだ熱い。リングライト、そう。でもこれアマゾンで買った安いやつだからな。めっちゃ安かった。でも熱くなってんのはね、それだけかも。そんな電源タップ自体はそんなことないかも。え、中国製だとダメなの？なんでこれこんな残せが分かんない。私アマゾンで買ったから梱包も雑でびっくりした思い出1500ワットオーバーすると危ないよ。1500ワットってだいたいどれとどれですか？今充電器だけ刺さってるんですけど。今 iPad の充電器だけ刺さってます。暗いんだよね。ありがとう。みんなよかったらマシュマロたくさん送ってきといて。そろそろ3時間になってしまうからやめます。ありがとう、みんな来てくれて。うん、今は大丈夫だよ。もうね、抜いた、見て、抜いたからもう大丈夫だよ。リングナイト炊きすぎ、あ、炊きすぎたのかな、わかんない。マシュマロ送っといて、みんなもなんか悩みとかあれば私が解決できる範囲では解決していきたいと思いますので、人生3周目の私が。ありがとうございました。で、あの飛び飛びになってたと思うんですよ。私があげたあのサインが飛び飛びになってたんですけど、またあのあれが消えたら飛んでた部分のやつを消化して、その後今日からのやつやるので少々お待ちください。ちょっとある程度溜まるまで待とうかなと思ってて。じゃあちょっとあれしますね。せーの、お、すごい、今日は2万人も来てくれた、ありがとうございました。なんかたくさんクマトが来てる。そしてなんか花がたくさん咲いて、お花畑だね。ありがとうございました、皆さん本当に。サインありがとう。いいえ、ゆっくりでいい。でも必ずちゃんとやるのでちょっと待ってくださいね。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。バイバーイ。